ご本人にもはっきりとあざの発言の方法がわからない様子でしたので、ふわーってきました。ぐっってして、ふわーって心臓とかがバクンバクンして、ミニも一気にめきめきめきって。ごめんください、富岡さん、こんにちは。いらっしゃいますか。かまど炭治郎です。入ります、いや帰りますだな、聞き間違いだ。Hi, bestie. 義勇さん、おにぎり持ってきたんですけど一緒に食べませんか。ここに置いておきますね。義勇さん、どうしましたか。義勇さん、義勇さん、どうしましたか。警備ですか。義勇さん、稽古しませんか。みんな待ってますよ。義勇さん、義勇さん、義勇さん。これは一生続くのだろうか。柱稽古編では毎回柱それぞれの大将こそこそ噂話を紹介していきたいと思います。伊之助くん、この割れたガラスどうするんですか。でもよ、目も前向きなのは伊之助くんの良いところですが、やってはダメなこともあります。ほら、腕を上に、手当てしてあげますから。もうこんなことしてはダメですよ。ほうほう、しのぶさんは厳しいところは厳しいけれど。すみません、善逸が気絶しました。冬の川、いくらなんでも冷たすぎるんですけど、死ぬは発動。善逸、陸岩にくっつけ。